あくまでもここは自力自在という形になりますが、伊藤も鋭いまくりを秘めておりますが、一旦近畿の2社が抑えました。伊藤慎を誘って3人にしたいところですが、岩本がここを抑えに行きました。初日は鳥取の選考の前に不発に終わっているだけに、さあ積極が効か、しかし3番太田、今日も先行勝負になりました。四国勢が主導権取り、あとは1番の岩本は射程圏内4番手、それから野原は後方7番手に置かれました。さあ命中かかっています。3番の太田龍馬が風を切って今日も飛ばしていく。番手絶好には5番の小川慎太郎であります。あとは8番の佐々木剛が行って、それから距離がなかなか詰まらない1番の岩本俊介は苦しい展開に持ち込まれた。先頭は3番の太田龍馬、番手絶好からは5番の小川慎太郎、3番手からは8番の佐々木剛、番手からは5番の小川です。坂本健太郎は初手はこのラインに乗ってということになりますが、初日に続いての短期戦どう攻めていくか、まずは足を貯めてといったところでありましょうか。7番の柴崎が先頭の位置に出て、稲毛は引き切って、あと6番桜井正隆が中段4番手の位置になりました。出しを迎えておりますが、稲毛にはまだ動きはありません。さあこのまま柴崎が先行勝負を打ち出していきそう。さあ桜井もまだ見ていますが、いや打ち狙っていきました。さて柴崎桜井の力比べ、ここから行く稲毛のまくり決まるかどうか。さあ先頭ですが、6番の桜井が合わせ切りました。それからまくっていった8番稲毛のまくり、さあ4番の三谷逆勝が見えてまいりました。2番の山本慎一が続け、まくり切った稲毛、あとは逆転あるか。4番の三谷が番手からちょっと絡まれてしまった。4番の三谷、なかった9番の和田家。体勢立て直していって、2番の松井耕雄、まだ早いか行くか。さあ1番姿も前に踏んでいって、まずは中段あたりを狙うか。8番の宮本俊介が行きますが、さあまずは同期の宮本を叩いて松井が出ます。大塚が続いて4番の海老根と南関東3人ができりました。かなりペースを上げている8番の宮本、少し距離がある。あとは1番の菅田和道、ここを7番手に置かれました。勝負は残り1周回を切りまして、1コーナーから2コーナーに。さあ2番の松井小祐が力見せる、7番の大塚明が番手絶好の位置、さあ1番菅田和道バック7番手から、さあここからまくり切れるか、力見せたい。さあ1番の菅田まくって現在4番手あたり、さあ距離を詰めた8番の宮本も襲いかかってくる。先頭は2番の松井が粘りに粘る、番手からは7番の大塚、外からは8番車突っ込んだ宮本。さあ9番の川端が行って、6番の室井健一、それから8番の松川、前中段3番手、2番園田が続きます。さあ7番新山恭平は7番手からとなりました。5番の鈴木が現在5番手の位置。さあ新山がここから行きそうな感じ。さあ9番川端も徐々にペースを上げていっておりますが、7番の新山はあくまでも強気に先行勝負を打ち出していくか、一旦車を下ろすかどうか。外を新山回って苦しい状況も、ここは一旦新山がさ3番手に車を入れました。しかし8番松川が4番手という位置になっている。あと5番の鈴木あたりが追い上げてまいりますが、車が重い感じ。先頭は9番の川端、さあ6番の室井はここはいっぱいの状況になっているのか。さあ8番車7番車の追い比べ、さあ9番の川端が振り切ったか。前方の様子を見ています。一旦ここは堺は鳥取にまず蓋をするような格好で、鳥取をかなり意識しているようです。3番の松坂が出ました。あとは1番の浅井あたりが後方しきりに伺って、内をすくうような格好で鳥取、さあ行く4番の酒井陽、先行体制に入った。7番の吉田が続いて2番の芦沢、あとはうまく1番の浅井康太が中段切り抜けて4番手、続くのはベテランの湿地、さあ中部の2人が4、5番手という位置になりました。あとは5番の鳥取が巻き返しに出ますが、外苦しい状況になってしまった。先頭は4番の酒井、さあ見ている7番の吉田、ここの動き、浅井をさあキャッチした吉田、どの辺りから動くか。さあここから踏んでいく浅井はいけないか。さあ7番吉田の番手から1番浅井が襲いかかる。浅井、ちょっとこれは厳しい。7番吉田1着でゴール、それから1番の浅井康太。
が動きを見せました。4番の佐藤友和から3番の森澤と東国3人が一旦緊急を抑えます。それから8番森田、どうやらこの分なら森田が積極がけ見せそうな気配。8番森田から6番の山口、1番杉森、まだかなり寺崎を意識して牽制しています。体勢の方は縦一列になりました。さあここからまず森田が先に仕掛けました。さあ森田が仕掛けていって小松崎も加速していきますが、さあかかりきる前に森田が叩き切りますか。さあ8番森田突っ張っていく小松崎をねじ伏せて、さあうまく切れ目を出した。しかしながら来た5番の寺崎がまくっていく。さあここまでの優勝はほとんどがこのまくり、2番稲垣は追えないような格好になってしまった。さあ寺崎が G2 初勝利飾ります。松浦がやはり後方の動きをキャッチして動きました。一旦前に出ようというところ。さあ6番の小林大成、今年注目を集める若手の一人。さあ5番の郡司が一旦切りました。さあ6番の小林がどの辺りから仕掛けるのかまだ見ています。さあ5番の郡司が先頭の位置、ここから行く6番の小林大成です。あとは1番の松浦あたりは中段の位置、そして3番の深谷は後方8番手に置かれました。さあ最終選考ですが、郡司が腹を決めた先行勝負になりました。さあ9番の内藤秀久が続く。さあ郡司の先行勝負、1番の松浦は絶好3番手の位置。さあここから松浦がまずまくってまいりました。さあ平からはもう一回中段あたり5番手という位置になった。さあ松浦もかなり苦戦している、平からも結構苦戦している。さあ先頭は5番の郡司、5番の郡司がまんまと押し切りました。神奈川のワンツー。その動きを見て、脇本はどうでしょう。まだ動きはありません。7番手の位置になりました、脇本。さあ、3番の松本孝春が先頭の位置。2番の清水が2番手。さあ、1番脇本、ここから行きます。まずは力の違いを見つけて、行きたいところであります。さあ松本もこの辺りはもう前回命中の状況になって、さて叩いていく1番の脇本雄太、外外を回って、さあこの辺りで力を見せつけてねじ伏せて、あとは2番清水の動向でありますが、清水はまだ切り替えはありません。さあ3番手を取ったか。さあ1番脇本、7番稲川翔と続く、それから3番手に2番の清水が挟まって、9番の岩津と続いてまいりました。さあ1番の脇本、3番手からは2番清水が襲いかかってまいりますが、まずは番手から7番の稲川に先頭変わったが、外から2番の清水の強襲。抑えに行く。さあ原田あたりはどういう戦法か、突っ張っていきました。やはり前は譲れません。6番の高橋真也、完全に出切りました。合わせ切りました。さあ原田健太郎はここは一旦交代、8番手。まだ足は残っていますか。さあ6番の高橋が先頭に、そして9番に行ったから1番の佐藤慎太郎です。あとは中段に3番の吉澤純平が構えて、そして後方6番手あたりまったり、あとは5番の原田健太郎が8番手という位置になりました。体勢の方は縦一列。さあ新田はかなり余裕しきりに後方を伺っております。さあ最終3コーナーから4コーナーへのカーブに入る。さあこの辺りから3番の吉澤が踏んでいった、それを察知して、さあ9番新田横に振って、それから縦。さあ9番の新田、1番の佐藤、この2人のワンツーです。さあ5番の長澤綾が動きを見せます。アルテミス賞連覇の実績がある5番の長澤、初日もホーム5番手から早めに仕掛けて出ていました。6番の鈴木みのりがこれに乗るような格好か。7番の加瀬加奈子が先頭の位置で、今日も風を切るのか。思い出作りのレースというふうなコメントも出しておりましたが、加瀬がどうやら行きそうな感じ。2番の柳原は様子を見ていて、いや4番の高橋がここは
さあ原を決めての先行勝負になりました。ホームからかわしていく4番の高橋が最終先行になった。あとこれを追っていくのは5番の長澤彩でありますが、突っ張っていって7番の加瀬が2番手の位置、眼光状態になっている。さらに後方からは人気の3番高木真紀美が力を見せて、さあ連勝ゴールに向かっていく。そして追っていくのは6番の鈴木みどり、あとは2番の柳原といった体勢。さあここは圧勝体勢になった。3番高木快走1着でゴール。さあ2番の石井隆子から5番の奥井文が、ここは最高峰から、奥井が初日は前受けからホーム先行を打っております。ガールズナンバーワンの先行型奥井、ここも攻めていくか。体勢の方は縦一列で、前で構えたのが3番の林真奈美、初日はバック後方に置かれただけに、ここは前々勝負ということになります。彼が鳴っています。7番の尾崎睦美が2番手、まだ動きはありません。この辺りで1番の梅川、今日は自力での勝負になっていきそうです。さあ3番の林真奈美がスピードを上げていきますが、その林を叩いて1番の梅川空港が完全にできました。小林優香は目下6番手、ちょっと苦しいか。6番手の位置、先頭は1番の梅川、それから2番手に2番の石井貴子、さあ小林優子はまだ、優香はまだ5番手の位置。さあ先頭は1番の梅川、番手絶好からは2番の石井貴子が詰め寄ってゴール前、変わったか。後方に置かれてしまって、なんとか上位着が欲しいところです。あとは4番の石井博子が2番手となりました。3番手には7番の佐藤美奈が入っております。攻め口は多彩、佐藤も初日は4着、ここ上位着が惜しいところです。6番の児玉葵、ここも圧倒的な強さを見せるか。さあ徐々にペースが上がっていって、鈴木直が先行勝負に出るのか。4番の石井博子は2番手、さあここの動きがちょっと気になります。さあ3番の太田龍、ナショナル仕込みのスピードに期待が集まりますが、さあ太田がまくって出るような格好になって、現在のところは4番手、先に仕掛ける7番の佐藤美奈、さあ6番児玉葵はまだ冷静です。さあ4番の石井博子が仕掛けました。これに乗るような格好で6番の児玉葵がぴったり続く。あとは外に持ち出していって、さあ連勝ゴールを目指します。6番の児玉葵に先頭変わりました。6番4番1番